ジャンクンポンちゃん、おはよう。はい、おはようございます。はい、ポンちゃん、おはよう。今日はですね、クロケンがお化けの夢を見て目が早く覚めました。ちょうど起きてみたら、そういえばと思って、今日すっかり忘れていましたが、出かける用事があります。で、ご飯の前にお風呂にでも入っちゃうかなというふうに、思ってですね。まだ今6時ですが、これから風呂を入れて入るかな。ね。あ、こんにちは。こんにちは。甘えてんのかい。くたってなってるね。今日の用事というのがこちらです。いつも行ってる合唱団の、先生からのおすすめというかですね。で、少年少女合唱団が多分これ出るんだよね。出るよということで、このコンサートに行ってきます。昼間なので、夕方までには帰ってこられるかなっていうところですね。ジャン君、こっち見て。はい、いい子だ。はい、パンちゃん、パンちゃんもいい子だね。また天気がいいからお洗濯してるけど倒れないといいね。もう30度超えてますよ、朝なのに。うん、へい。帰ってきました。渋谷はダメです。もう、やっぱり我が家が一番だなって、まだここに住んで1年経たないのに思い始めています。渋谷疲れました。はい、ポンちゃん、ジャン君、今日はお留守番長かったね。よいしょ。やっぱり我が家が一番だね。だってジャン君とポンちゃんいるしね。気温が暑いというのもありましたが、渋谷のたくさんの人でなんか息切れしました。あとは若い人が多いというのもちょっとね。まあ見に行ったコンサートは老人ばっかりでした。でも出てる人がお子ちゃまだ。そうだね。でもちょっと外に出ると若い人ばっかりでしたね。そういうのがダメになる年齢になったのかな。昔からあまり得意ではない。お祭りがね、苦手だからね。あわーってなってるのはちょっと苦手だ。よく田舎から東京に出てくると毎日がお祭りっていう感じのことを言う人がいるけど、そういう域に達しました。お祭りかここはと思いました。でもお祭りはさ、もうちょっとなんかこういい感じな空気になるんだけど、うん、そういうわけではない。いろんな雑多な人がいっぱいいて、すごいってなってるから、特になんかこう、なんだろう、いい明るい気がすごくあってとかではないから、ちょっとお祭りとは違うかな、うん、そうやね。はい、パンちゃん、そこ入りなさい。パンちゃん、はい、今日はこれでお休みです。そして明日オープンマイク出なくちゃ、昼間ちょっと練習してそれから出ます。